ASMR オッケーチャンネルです。はい、ということで、こんばんは。多分みんなこんばんは、一応こんにちはもしとくんですけど、オッケー ASMR チャンネルです。はい、まあ、またね、1週間ぶりぐらいの動画ということでね、ちょっと不思議な挨拶をまたしてしまったんですけど、今日の動画は、おしゃべり雑談しながら、このねマイクというかね、なんて言うんだろう、レコーダーを触るっていう音をね聞きながら、皆さんはぜひ自分の話にも耳を傾けてほしいなっていう、そんな動画になってるので、まあね、一応画面の方はねずっとせわしなく手がこんな感じで動いてると思うんですけど、一応おしゃべりもしてく、そんな動画になってます。はい、ただ、はい、説明は終わったんですけど、なんかね、こう普通の YouTuber みたいにね、あ、始めみたいな、スタートみたいなのがないとね、ちょっと自分もいつも一応そういうのやってね、元出しに入ってるので、一応やっときましょう。カットも何にもないんですけど、それではなんだろう、喋っていきましょう。グッと。でね、前回の動画がね、ちょっと早口すぎたということで、今日はゆっくりめでおしゃべりしていこうと思います。まあ、ゆっくりにね、なる時とならない時の差はね、2個あって。あ、これね、今日話そうと思った話じゃなくて、今ね、気づいたお話なんですけど、まあ、ゆっくりに喋るとき、これ一つ、一個目の理由。何も思いついてないというか、この先がね、見えてない状態で、今みたいに、今日でね、喋り出したときは、だいたいゆっくり喋ります。すなわちというかね、さっきのと逆説的にね、前回は何度も撮り直しをしていてね、もう喋ることが次々に出てきちゃって、もうパパパパパパっていうね感じの動画になっちゃった、そんな反省ですね。ただ自分は大学に入ってからね、大学になってからの話もね、あんまり皆さんにしてないんでね、それも今度するんですけど、大学に入ってからなんか無駄なことを喋る技術というのがより一層上がっていってですね、いわゆるゲーム実況者みたいにね、ずっと喋る力というかね、何も思いついてないし、何も言うことないはずなのに、何か喋ってなんでか何か喋ってしまうというね、まあその力が身についてしまって、別に喋りたいことない時も、というかむしろそういう時こそつら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 とね、早口で意味のない雑談をね挟んでしまうようになりました。動画ではゆっくりめに喋れるように頑張りたいと思います。でね、
知らんけど、かかりました。まあ、東京に住んでたらね、もう毎日 0. 何パーの確率、何パーぐらいなんだろうね。そう、でももう 0. 数パーのね、確率でコロナになり、なる確率がね、あってね。まあ、運悪くというかね、まあ、必然的なのかしら。まあ、コロナはね、もうちょっと、半分運ゲーというか、どんだけ対策してても、みたいなのがあったので、もちろんね、迷惑、なんていうの、濃厚接触者とかは多分、いなかったと思うんですけど、少しね、迷惑をかけてしまった人とかにはね、こんな偉そうな態度しないですよ。普通に、もう、平謝りですよ。すいません、すいません、すいません、すいませんってね、なったんですけど、ちょっと今日は指を立てがちなので、ちょっと回しておきますね、こっちで。だったんですけど、普通にね、コロナは運ゲーかな、みたいな。自分にね、うつした子も、まあ、なんとなくわかるんですよ。で、謝ってきてくれたんですけど、まあ、運ゲーやぞと。あんな謝ってたら、キリないぞ、みたいな話になって、実際それがね、僕の考え方で、まあ、なんか、その、するべきことはすべきだし、マスクはもちろんしてますよ、自分は常に。で、その友達も外しがちなんだけど、注意するんですよ。マスクはしろよって。人いるよってここは。いないところとかね、暑いところではまあ熱中症もあるし、なんていうんだ、意味ないというかね、こう明らかに人がいない夜とかの街でね、それあるのかみたいな時はね、全然何も言わないし、自分も暑いおーみたいな感じなんですけど、やっぱちょっとでも人がいたりね、駅の前とかはね、その子とかにもつけなさいみたいなね、お母さんかって感じなんですけど、結構常識を気にするというか、人の目を感じて生きてるタイプなんで、みたいな感じだったんですけど、でも結局そういうのやってかかる分には、こうなんて言うんだろうな、 70%、80% の対策は欲しいけど、この80から90は必要みたいな、必要って言うとちょっとエンジョイしそうだけど、まああれじゃないですか、うん、この差は自分はもういいかなっていう、90から80の差はね、そう、まあ、自分は意外と90ぐらいやってたと思うんですけど、でまあ映っちゃったのはしょうがないみたいな話で、まあいろいろ全然関係ない自分の人生観の話だったんですけど、まあ、そんなことはどうでもよくて、でかかってしまいまして、もちろんね、家族には迷惑かかるし、もちろんね、10日間の陽性って出てからってよりか、症状が出てからか、症状が出てからの10日間の自宅療養というかね、なんて言うんですっけ、あのね、あれね、あれ、指輪刺さない、なんだっけ、なんだっけ、あの自粛期間ね、自粛期間大変ゆるく送っておるんですけど、自粛期間に入りまして、全然今日早口だね、思ってたけど、そう、で自粛期間に入りまして、最初のね、5日か4日ぐらいはずっと熱がね、ずっと薄れつきですね、1日目から3日目までが39度前後ぐらい、でも40度にはね、到達できませんでしたね、人生初の大台。でも、もう自己ベストというかね、自己ベストは更新しましたね。35度ぐらいあった。35度じゃ何を言っているんだ私は。もう家に帰りなさい。39.5 度くらいね。すいませんね。39.5 度の最高温度にはね、達したんですけど、40度にはいかないくらいで。で、まあ、4日目、5日目ぐらいまでが37から8ぐらいをね、うろちょろしてて、ただ自分はね、幸いなことに、喉はね、痛くなんなくて、多分これは全部視聴者さんの祈りの力なんですけど、自分インスタとかツイッターやってて、そこでね、みんなからのね、応援コメントをねもらってというかね、自分がもうほぼ無理やり言わせたような状態ですね。そう、ストーリー上げたらね、みんな心配してくれて本当にありがとうございます。そう、そしたらもう喉も痛くなってなくて、で今6日目7日目ぐらいでもう元気モリモリなんですけど、唯一ここで一個だけ問題点がありまして、
じゃないかってことで、自分うちはね5人家族なんですけど、部屋がなんだろうな、部屋はなんて言うんだろうな、4つかな、4つ4つ、兄の寝る部屋、自分の寝る部屋、父の寝る部屋、母と妹、まあ子じゃねえかって言おうと思った、そこのあなた、俺も思いました。でもこの母と妹が2人で1個、2人で1個なんで4つ部屋があったんですけど、こいつとこいつがかかっちゃいました、こいつとこいつが、なんでこの2人が今同じ部屋にいるわけです。ドキドキしてまいりましたか皆さん。はい、自分はねちょっと相変わらずクーラー止めて暑いんですけど、この2人が1つになるということは、そう、つまり双子でお泊まりしてます。今お泊まりかっこ自分の家なんですけど、僕の部屋に妹と自分が寝てますという感じで、まさかのあのこの自宅待機の期間は、まさかのこの年齢19歳にしてあの双子で、異性の双子で一緒に寝てます。こうじゃない、もちろんこうじゃなくて、こんな感じなんですけど、床にマットレス引いて寝てんのと、ロフトベッドって感じなんですけど、まあ新鮮ですね。はい、まあ、ただ最初の4日ぐらい普通に2人とも死んでて、ね、全然喋ってないんですけど、ちなみにコロナはね普通にインフルって感じですね。なんで普通に嫌ですインフルになって嫌って思わない人いないでしょ、夏休みしかも。そうという感じなんで、皆さん対策はできる限り頑張ってください。ところでこの動画何の動画なんだろうね、なんかマイクもいまいち触ってないし、喋りも適当だし、はい、という感じで、自分は未だにね自宅期間で、ついでに言うといつもここで妹が寝てます。ここに映ってるのこれ加湿器ですね、これで、これが妹のマットレスで、動画撮影中は妹はね別の部屋にいます。はい、で別の部屋はねもちろん家族が使う部屋なので、普通にバカほど換気してね、アルコール消毒、あの各部屋にアルコールがね配備されてるんで、もう出る、もう入って持ってても、もうアルコールだらけ本当に。でついでに言うと、もうアルコールだらけ言うこと、ついでに言おうとしたことあったけど、ちょっとねなんか不愉快でなんかよろしくない内容だったのでやめときます、やっぱり。はい、という感じで楽しんでいただけたでしょうか。なんか今日の動画は ASMR というより、なんか娯楽というかね、なんというかワクワクチャンネルですね。今日の動画はどうですか、ワクワクチャンネル、いい感じでしたでしょうか。ちょっとねあれから絶対2日に1本ぐらいで投稿しようとね願ってからね、いきなりコロナかかってね、で久しぶりといえば、まあ、1週間ぶりの動画でね、また変なテンションの動画になってしまったんですけど、ちょっと見放せないで、ちょあともう1本だけ、みんなもう1本、あともう1本ね、もう1本、初めての人はなんか過去の動画見てほしいんですけど、あのもともとチャンネル登録してくれる人もあと1本でいいんで、